確かに。そうしてね。してますよ。はい、はい、というわけで、須山さんをお見送りしましたが、ね、はい、はい、ありがとうございます。あのこの旅の続きもお楽しみですね。はい、よろしくお願いします。ではでは失礼します。が、はい、はい、これから我々のアフター SSTR が、はい、サソリさんまだまだ SSTR の出番あるんですけど、これからちょっと能登半島、はい、回りましょう。回りましょう。我々にとってそれが一番大事なことです、はい。で最初の目的地は、最初はですね、はい、やっぱりこう能登の一宮ですよ。ケタ大社行きましょう。ケタ大社、ケタ大社抜きにして能登は語れます。なるほど、楽しみですね。楽しみですよね。行きますか。はい、ええ、はい、よろしくお願いします。行きましょう。はい、そこから全て始まります。はい、はい、じゃあ気合を、気合で行きましょう。さあ、能登を行き尽くすぞ、食い尽くすぞ、行くぜ。ここはね、北陸一のバイクショップ。あ、なんと社長、ここが特番してるわー、これ本物ですか？本物です。あの、それぞれのテーマでやってました。知らせる地図、ツーリングナップル、挑戦のそばに山と高原地図の提供でお送りします。はい、マスが着きました。ここが能登の一宮、ケタ大社の、鳥居になります。鳥居も見事ですよね。見事ですね。これは本当にやっぱり一宮だけあって、うーんと鳴らせられるような名所なんです。さらにあの後ろのね、緑見てください。あれがあの伊賀津の森で、能、は、登、い、国でも一番のこう自然林が残っている森だってあの定評があります。ちょっとその周り今度歩いてみましょうね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、行きましょう。それでね、あとあの越中の一宮がやっぱりの桁神社なんですよ。やっぱなあの桁桁でね、あの何かやっぱ関連はあると思いますよね。こっちは桁大社で、そうそうそう、ここは桁神社。そう、ここは桁大社、やっぱ格が違うんですよね。向こうは桁神社、と言って越中をバカにしてます。そんなこと言ったら怒られちゃう。
怒られるのには、それがやっぱりこう日本の無調子なんですよね。いまだにあのその国 の, あの影響、はい、あの DNA ってものすごく国土あのあのあの地下で残ってますからね、確かにね、仲がいいとか悪いとかありますもんね、うん、そうそう、だから余計にあの我々旅人としてはどこが能登と加賀の境なのか、うん、どこが能登とあの越中の境なのか、うん、そういうのをね見て回るのが非常に面白いんですよ。それがまたできるのがバイクなんですよ、違いが走っていてもやっぱ違いが見えてくるんですよね。越後と越中の境が境川なんですよね、うん、あの非常に分かりやすい大きな境 で、うん、で境川とあったらもうものすごくこうもう注目するようにしてますよね。うん、境川は何らかの大きな境ですから、で国境の場合も多いですよね。境峠もありますし、ね、うん、国境も文字通りの、文字通り、本当文字通りの、うん、境を見て回る、うん、これがの日本を見て回る見方の非常にいい方法の一つですね。それはちょっと意識してみたいですね、うんうん、これはそうそう、意識しないと分かんない、うんうん、だからどこがあのこうあの境なのかな、うん、それもツーリングこれ単なに見るわけですよね。それが、うん、やっぱ地図じゃないと分かんないです、それ分かんないです。だからやっぱり地図に興味を持たないと、うん、隠れちゃって、でまたあえてね見せないところもあるんですよね、うん、またその反対にあの御本殿の後ろまでこうあの回廊が続いていて、うん、ぐるっと裏からも見せてあえて見せるところもあるんですね、うんうん、だその辺がだからやっぱこう違いがあって面白いなとは、イラズの森です。これが、うん、イラズっていうのは、ですね、あのハイラズの、ハイラズです。ケタ大社の境内地ですからね、うんうんうん。だからそこにこう入ってこうむやみやたらとこう草木を切るんだと。うんうん、あ、神聖なところだから。そうでもさ、ここに入った途端なんか空気感が変わったというかね、はい、ちょっと感じるでしょ。うん、感じますね。ね、あの基本だって違ってくるでしょ。うんうん、ね。すごいな。あの ですから、まあの、うん、緑の持ってる力ってのはすごいもありますよね。いやすごいですよ ね、これは。今目の前にあのタブの国が見えてますよね。だからこういううっそうとしたあの照葉樹林でこう日本列島というのは覆われてたわけですよね。まあ、北になるとこう奈良林、奈良あのブナあの落葉樹になりますけど、そういうのはあの昔ながらのこの林荘というかね、うん、林森の様子が本当にこうタイトルに分かるわけですよね、うん、これ手加えてませんから、うんうん、ね、あの僕はもうあの日本をですね旧国であの見る、それを一つの見方にしてるんですね。その取っかかりとなるのがこの一宮なんですよ、うん、まずだからその国の一宮をあのご参拝して、それからそ の国を見て回る、うん、これは非常にね、国を見て回るいい面白い回り方だと思ってます。なるほど。でまたその一宮全部調べ上げるのも大変だけど、だまずその前に日本がだから五期七道でどういう国分けされてるのかなという、それをだけはやっぱり頭にしっかりと、うん、あの入れてないと思いますね、うん、であのあのこの前もね、ツーリングマップをあの乾きにして地図の見方を大いにこう語り合いましたけど、うん、まずだからやっぱり日本を見るんだったら旧国ですよね。旧国、うん、旧国がどんなふうになってるのか、どういうあのこう国割りされてるのか、うんうん、
だから国があって、例えばその爆破大戦なんかね、あのこう反省の地図なんかもこうつながっていくわけですからね。それがまたあの廃藩置県以降のだからの日本の県にももちろん反映されて、くるわけですからね。単なる昔のこう教会ってわけじゃなくて、今もそれが生きてるというか、ものすごい残ってるっていう、ものすごい生きてるんです。だからね、特に驚いちゃうのはね、運送会社ですよ。なんとら運送というんでね、あの、運送会社はもうものすごい数があるでしょ、結局だからね、旧国を使うの、国を使っての、ところとはすごくありますよ。ああ、確かにそうですね。まあまあまあ、あの飛騨運送とか飛騨の国ですからね、はい、あとあの大手の性能、性能もあれですが、性能って言ったら美濃の西、だから大垣周辺を中心としたあれが性能ですからね。へ、あ、そうあの次なるポイントはですね、あのバイク市場キャプテンさんです。あ、なんと社長、中村進社長がですね、今あの出てくれました。世界一のどかなバイクです。これが素敵な景色ですね。いや、夕方だと本当に綺麗だよ。全部夕日が見えるからね。なるほど。お二方はどういうご関係なんですか？あ、僕のファンです。僕のじゃない、僕がファンです。怒られます。何言ってるんですか。僕あの俺のファンなんでおかしいって言われちゃダメですよ。いいかもしれない。あの僕一人だけだと思います。昔いた愛犬で一緒に寝たのは他いないでしょ。そうだよね。もう寂しいだったからもう寂しいよ。ね、あのだってあのそれキャプテンさんと同じやつかな、ボーチが死んじゃって。そうだって。ね、人間と犬の寿命違うけど、分かってても寂しいよね。分かりますよね。ね、キャプテンさんの凄さは、その一角がですね、カソリ隆史あの資料コーナーとなってまして、カソリ社 の16万キロ突破した DR がそこでボーンとこう展示されてるんです。さらにあのトイレに入ったらびっくりです。あの案内いただきましょう。はい、あのバイク市場キャプテンを。これ次。すいません、お邪魔します。お邪魔します。どうもお邪魔します。うわー、すごい。こんにちは。お邪魔します。はじめましてです。どうもどうも。いえいえ、わざわざ兵庫から来たんです。豊岡、清崎の方から来たんです。本当ですか。はい。昨日の晩ちょっと出てね、仕事終わってから、はい、もういいのがあってね。いや、めちゃめちゃかっこいい。いやせーの、いかい。あら、すいません。あの最初にね、このバイクを見つけまして、はいはい、電話をさせてもらったんです。すぐ、もう昨日入ったばっかりだっていうの、喋っとったらこれ気が合うな思いましたよ。これいかなあかんと思って、もう取っといてくれ、もう銭振り込みましょうかって言ったら、いやいやいやってなるし、もう全然やらねえ。もう本当に人柄が良くて ね、もうやっぱり人柄で買うもんだと思います ね。安い高いは関係ないです。もう人ですね。わざわざ来た甲斐があります。今日かなり距離あります。そうです、350キロですね。観光バスはだって次に公園になるじゃん。僕はトラック行ったんでそれしかないんで。こちらが泊まった箱に他の上に開けてみてください。はい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 。開けてこう。いや、まずじゃあ、できました。ここが、全然。これ本物ですか？これ本物です。うちには本物ありません。コピーがあります。こっちが原本なんです、ね、原本です、はい。
その多数に向かってこのシャーってやるっていうこれが快感らしいですよ。ちょっと走ってきました。キャプテンさんから出て、はい、しばらく走ってきましたよ。ずっと能登半島北上して、そして今ね能登金剛の原門にやってきました。まずその能登金剛を探訪する前に、もうちょうどお腹がグーのそういう時間帯ですので、ね、この店いいと思うんですよね。じゃあ早速入りましょうか。はい、入りましょう。ね、それから能登金剛探訪、はい、探訪ということで行きましょう。了解です。来ましたよ。はい、お腹すきましたね。ニコ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 、嬉しいね、本当にマジで。カツオリさん、何を注文したんですか？僕、カニ丼です。980円。さあ、どうした？どんなもんかね。興味津々ですよね。ちょ、開けましょうね。はい、蓋をちょっと開けます。おお。卵とじの上にカニさんも乗ってますね。何味ですかね、これは。なんか珍しいですね、ね、なんか。ね、こういう丼ぶりなんだ、ね、美味しそうですね。まずやっぱりちょっとその一本のカニ味がありますかね、はい、はい、うん、癖のない味でね、ちょっと甘みのある、うん、うん、ありがとうございました。うん、うん、魚じゃなくてすいません。じゃあ、マスクさん、はい、これが岩門洞窟の入り口です。ちょっと入ってみましょう、どんな洞窟なのかね。おお、なんか、ね、サスペンスがあるんですかね。そうな、なんかそんなちょっと匂いはしますよね。キリマプレスはさすがに。いやー、シャンデレでしょ。
っとあのね、ちょっとすごい世界だね。洞窟を抜けるとそこは海だった。これなかなかの風景ですよね。そうです ね。すごいな。いや本当にすごい。長野さんのクラム原稿のさ、はい、あの日本の祈願、はいはい、巨岩祈願100歳で、はいはい、ここ入ってなかったでしょ。ちょっとそれは内田さんのセレクトなんで、あれは私何も言えないです。著者選ぶってことなんで、あれは。あ、そうなの。あれ著者ですよ、全部。だって、いや、あの、はい、岩間君が入ってるやつを選ぶんじゃないの。いや、あコラムの話。コラム、だから、うん、あれ中村さん関東甲信越だから入れてない。マスキさんから、あの、うん、今日なんかね、マスクさん、うん、やっぱりこれね、この遊覧船のこの案内、これちょっと味わい深いですよ。この絵がまたね。この岩門号によると、このそそり立つ岩山と、それがこの洞窟、うん、両方こう堪能できるようですね。うん、海のガーガーね、うんうん。こういうなんかの、あの昔ながらの観光地が、やっぱあちこちで衰退ね、してるようなちょっと気がしますよね。まあね。それが寂しいよね。うん、いや、お疲れ様でした。あ、どうもお疲れ様でした。いやなかなか。ほんで、あのさらに言うと、金剛はここからのその北へ、はい、あの安の断崖とかね、はい、あの関の穴へと続いていきますので、あのお楽しみに。はい。